はい、情報検証研究所です。3月の3日に収録をしています。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。で、今日もまた、もう、ウクライナの話からにしましょうか。はそれで、一応この3月、2月の28日から以降の流れをこうざっと整理したのをつけていますが、出していますが、2月の28日、G7 外相緊急会合があって、ロシアの軍事侵攻、侵略だと強く非難して、EU がウクライナに対して兵器の供与を無視を強要ですね。それで、あとはロシアとウクライナの停戦交渉、代表団の会談、1回目があったのが28日でした。で、その後3月の1日になって、今度はウクライナの第二の都市のハリコフに市街地攻撃がなされ、で、一方でこのウクライナが EU に正式に加盟申請をする。永世中立国のスイスの制裁適用するみたいなことで、まあ、だいぶこうロシア包囲網が広がってたということですね。で、3月の2日になって、今度日米欧などが石油備蓄の協調放出で合意をする。それから、今度一方でキエフのテレビ塔が砲撃を受ける。バイデン大統領が一般教書演説でロシアを、最初からもうウクライナの話ですね。ロシアを非難をする。で、それから岸田総理、ウクライナからの避難民の受け入れを表明をしました。ということでした。それから3月3日になって、国連総会緊急特別会合で非難決議。で、それから国際刑事裁判所で戦争犯罪等についての捜査の開始。それからにロシアとウクライナの2回目の交渉と今なされるんじゃないかと、まあ、そんな感じです。で、ついでにもその次まで行ってしまうと、これ政府レベルの話だけではなくて民間の動きもあります。ので、例えばこれアップルやグーグルなどがこのロシアでの販売の停止。それから、あとはこの下はエネルギー関係ですけど、シェル、BP、エクソンモービル、ロシア企業から撤退をするというね。それから、あとはそのロシアで生産をしていた会社、フォードもとかトヨタ、もう、商社さんの生産を停止をする。こういったことになっている。ナイキの商品販売の停止とか、映画の配信の停止。まあ、そんな動きが起きています。まあ、そんなことなんですけども、今までのところでどうですかね。だからやっぱり個人的に一番際立つのはさ、なんか日本政府の対応って、とにかく G7 が決めたことについてきますっていうモードだけになっていて、日本が何かをリードしてるっていうのは一切ないんだよね。だからまあ、岸田総理の、今回の問題に関する発言は常に弱いのはしょうがないとしても、やっぱ日本政府の対応も常に G7 の後追いになっているよなと。で、加えて言うと民間サイドを見ても同じで、やっぱりさっきの資料にもあったように、例えばシェルがさ、とかエクソンモービルがサハリンの、天然ガスプロジェクトが手を引くって、これ結構でかい決断なんだよね。で、こういうのをしっかりどんどんやってるのに対して日本企業は、どうするかっていう決断が遅いよなと。当然商社なんかみんなロシアいろいろ絡んでるはずだけどさ、何も動きは見えないじゃん。だから多分やっぱり、こういうアメリカ、ヨーロッパの企業はさ、まあこの、ウクライナ侵攻の問題、いかに問題かと理解するのに加えて、もう SDGs への対応が当たり前になってる時代だからこういう早い決断をしてるのに、まあ、日本は政府も民間も、とにかく遅いなと言わざるを得ないと思うから、何なんだろうなっていう気はするけどね。なんか収まった時にね、またなんかその関係が切れちゃってるとまずいんじゃないかとか、そういう考慮をすぐにするんだろうと思うんですけども、そうじゃなくて、やっぱりこう、毅然とした対応を取るべきところでやらないと収まらないですからね。収まるためにやらないといけないっていう局面だと思います。いや、まさにそれが大事で、毅然とした対応をいかにしっかり取っていくかっていうことが一番今を、求められてるわけで、で、そういう中でちゃんとリーダーシップ取るって、やっぱ後々すごい評価されることなんだよね、本当は。でもそういうのが一切できないっていうのは、やっぱりなんか、グローバル化始まって30年経つのに、日本はまだ、グローバル化に全然対応できてないんだなっていうのを改めて感じちゃうよね。そうですね。まあ、日本で評価されてるのは三木谷さんぐらいじゃないですか。そう思うね、確かにね。なんか嫌になるよな。まあ、そんなことですね。それで、その後のところに、この金融関係も出してます。これも、まあ、なんか日本が最初遅れちゃったと。で、G7 除く日本で最初金融制裁がスタートし、
で、その後日本も声かけてもらって向かったということになって、まあ今、この横並びで結論から見れば大体こう並んでるぐらいだけど、うん。まあ、イギリスなんかはるかに近づいてるわけですけども、うん。両銀行みんな資産凍結、今やっている。で、うん、日本の場合にはこれ、最大のところであるズベルバンクと、それからエネルギー関係とガスプロム、まあ、対象外している。まあそんな状態になるんですね。うん。まあだから、結果的になんか横並びに見えるだけでさ、実際は1日とか2日とかそれぐらい必ず意思決定を遅れてるからさ、やっぱりなんかついてくるだけの G7 の一角って悲しいなという気はするよね。うん。まあ、今回はね、その、遠い場所だから多少遅れがちになる、当事者意識がやや薄くなっていたっていうのが、まあ、多少の言い訳はあるのかもしれないけども、とはいえやっぱり、ロシアだってウクライナだって経済関係あるわけですからね。そうだよ。で、加えて言えばさ、落ちぶれたとはいえ、一応 G7 の一角なんだからさ、うん、こんなことやさ、いずれ G7 から追い出されるぞ。うん、お前、買い物ならねえな、うん。という気はするけどね。うん、そうですね。まあ、それで、制裁措置、その対応、対処するための、ロシアに対する対処はもうしっかりとやっていかないといけない。いう、まあ、局面で、これ、まあ、引き続きやっていかないといけないわけですが、で、一方で、これやっていくと、うん、まあ、これ、前も、キさんともちょっと話してたみたいに、これ、経済の影響、これから、ロシア関係だけではなくて、世界に広がっている、大きくなった可能性がある。うん。わけですが、で、当面、その、日露関係、うん。ロシアの経済、相当ぐちゃぐちゃになります、という中で、ね、ということですが、うん、で、一応、その、日露のその、貿易関係を見ておくと、輸出額でこの50億ドル、それから輸入で100億ドルぐらい。うん、まあ、これ、トータルで見たらそんな大したことないですね。うん、輸出の相手国ランキングで、10位にも入らない、20位なんですけど、0.9% とか輸入で 1.5% ぐらいの、うん、総量としては全然大したことないレベル。うん、ということです。で、まあ、ちなみにこれ輸出は自動車が大半ぐらい。うん。5になっていて。で、あと問題が輸入ですよね。そうそう。この天然ガス、石炭、石油、うん、がどうなっていくのかと。うん、まあ、ここを、まあ、政府も多分その民間の多くの会社もここを切れちゃうと大変でしょうということをすぐに気にするわけです。うん、まあ、ただこれまたそのエネルギーのその輸入の中で占めてる割合っていうのを見ると、左側が、原油ですね。で、原油輸入で。まあ、ロシア 4.7% ですよ。LNG に関しては、LNG の方がロシアちょっと高いんだけど、まあ、例えば、オーストラリアやマレーシアや、うん、まあ、まあ、大体並んでるようなぐらいになっていて。そうだよね。で、LNG の場合にやっぱりこれ、原油と違って、その中東だけではなくて、そこら中で出るので、うん、そもそも、多様な、様々な地域から輸入することができた、ということですね。うん。で、なので、これ、さっき、その、世界での対応の中でも、石油備蓄の協調放出なんて話もありましたけども、これはもう、先進国で、もう協調して、増産するとか増産するとかね、もうそういうことをやる局面なんじゃないですかね、これ。うん、と思うよ。だから結局さ、なんか日本が何でも遅れてる理由でさ、この、天然ガスとか原油の輸入量が、あってとかすぐそんなこと言うんだけどさ、実際シェアみたいな大したことないわけじゃん。うん、で、言い方悪いけども、もう SDGs が当たり前になってる時代にさ、こういうなんか経済上のことばっかり追求して出遅れるって一番かっこ悪いんだよね。うん、だからやっぱりなんか SDGs これだけ日本でも流行ってるんだけども、残念ながらその本質的な部分っていうのは全然まだ日本では広まってないんだろうなっていう感じがしちゃうから、なんかできないとか遅れる言い訳なんかいくらでも簡単にできるんだからさ、でそんなことばっかりを相変わらず何も変わらず続けてるっていうあたりが非常に悠長な気がして、僕はちょっとまあ本当に真剣にまずいんじゃないのかなと思ってるんだよね。うん、そうですね。まあ、こうやってこうデータを見ても、まあ、そんなに、ね、これ、対応はできるでしょうと。うん、できるよ。全然問題ないよ。で、備蓄の放出なんかも、本来はもっと日本がリーダーシップ取るべきなのでさ、それもできてないでしょ、うん、なんか、嫌になるよな。うん。まあ、ちょっとここからでもね、まだしばらく続くので、うん、何かリーダーシップを取れるような、うん、もう少し、政府の外側からも考えて打ち込んでいかないといけないかもしれないですね。
と思うな。まあ、そんなのが、その、経済貿易関係。それで、まあ、一応これ今、日本政府、岸田内閣が、割と早めに動いたんじゃないのって言われてるのが、難民の受け入れの話。うん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 。避難民ですね、ウクライナからの避難民。うん、もう、あの、陸が繋がってるんで、もうヨーロッパにはどんどん今入っていってる。うん。ですけど、これ日本にも受け入れをやりましょう。ということで、まあ、あの、比較的早い段階で訪問しました。そう、これはまあまあ悪くないと思うけどね。そうですね。で、うん、まあ、ただ、これ、日本ってその難民の受け入れがむちゃくちゃ少ない。イエス。難民のね、認定率が低いって言われてるんだけれども、うん、ただ、これ、ちょっと振り返ってみると、1970年代の終わりから80年代ぐらいにかけて、本当に避難民って相当受け入れてるんですよね。うんうん。なるほど。逆に言うと、1000人ぐらい受け入れていた歴史なんで、うん、別にやってないわけじゃないんですよ。うん。で、最近はどちらかというと、もう日本が難民の申請やると、なんか、帰らなくてよくなって、で、仕事もできるぞみたいな、その話が広がっちゃったんで、うん、全然難民ではない人たちが難民申請をやるっていうのが広がっちゃったんですね。なるほどね。だから、それだから民主党政権の時にその制度を作ったからだって今、自民党の人たちは、そこを批判して、まあ、なんか最近になってようやくそこは変えたんですけども、うん、で、なので、これ難民申請2万件ぐらい、審査された年があって、一方で認定されたのになんか数十人とか、でもそんなめちゃめちゃレベルになっちゃってる。なんか難民認定の問題ではなくて、その難民申請したら働けるみたいな、なんか変な仕組みを作っちゃったっていうのは、そっちの問題がありました。うん。で、これはもうね、そことは切り離して、本当に困ってる人を受け入れようやると。うん。しっかりやっていかないといけないです。まあそうだよね、そうだよね。まあそういう意味ではウクライナはまあまあ対応早かったから、この制度をちゃんとしっかりしたものにするっていうことを同時並行でやらないとダメってことだよな。で、これまたその受け入れた後の、生活環境の問題とかっていうのが大変なんですよね。うん。で、大体その学校で、日本語よくわからなくて、お事故が全然ついていません。まあそれはそう。教員が全然いませんとかね。うん。っていう問題がもうこれまでもずっと言われてきたんで。うん。そこをなんかもう場所を決めて、どっかちゃんとやれる自治体で集中的にやるとか、なんかそういう体制作らないと。だよな、確かにな。でも日本ってひどい目やっちゃいましたみたいなことになると、うん、これまたダメですかね。うん。そう思うね。っていう、まあそんなことですかね、この話も。まあそうだな。で、あとは、このウクライナ関係でもう一つこれ出しといたのは、いや、これもう世界中でやっぱりね、もうこんな問題が起こると。で、これ、チッさんも前回も言ってましたけど、権威主義対民主主義、民主主義の戦いになって、うん、権威主義の国がね、もうこれから同じような問題を起こしていく可能性っていうのはもう否定できない。まあ、ロシアも他の場所にも広がっていくかもしれない。うん、ということを考えたときに、これもヨーロッパ、ドイツなどのそのヨーロッパの国でも、防衛体制もっとしっかり立て直さないといけないですよ。うん。立て直さないといけないね。という議論が出てきていて。で、その中で、核シェアリングの議論っていうのは、これ日本でも安倍さんがこの間テレビに行ったんですかね。うん。で、話をして、で、ちょっと議論になったんですが、で、これは、その国会で岸田総理が質問されたら、いや、政府としてはそんなものは検討しません。うん。ということになりました、ということなんですけども。で、これは、で、それに対してね、この自民党の中では、いや、そんなこと言ったって、ね、議論を排除するのはおかしいでしょう。うん。かつてはその民主党政権の時に、岡田克也さんが外務大臣の時に、緊急時に本当にその受け入れるのか、その非核三原則を守るのか、あるいはその例外を作るのかっていうのは、その時政権の判断で検討すべきだ。というようなことを答弁したこともありましたよね。うん。で、そこから考えると、核シェアリングの議論すらしないとおかしいんじゃないのって、まあそんなことを言われていたりする。自民党の中でやっていたりという状況なんですが、で、これちなみにこの国会の答弁ってどんなのだったかっていうと、これ一応この岡田さんが外務大臣の時に何と言ったかというと、三原則はきちんと原則として守っていくということを前提にして、ただその将来、国民の安全が危機的状況になった時に、原理原則をあくまで守るのか、あるいは、例外を作るのか。それはその時の政権の判断。うん、将来にあたって縛ることはできないですよね。うん。これ民主党政権での岡田外務大臣がしました。で、
平成26年2月の衆議院予算委員会って、これはあの安倍内閣の責任だったんですけども、今度は野党議員としての岡田さんが、あの自分は外務大臣の部分そんな答弁したけど、これ引き継ぐですかっていう質問をし、でこういうのも外務大臣の岸田さんなんですね。うん、外務大臣が安倍内閣としても、この方針は引き継ぎます。引き継いでいます。うん。という答弁をしてたなんです。うん。うんなので、まあ、これ、核シェアリングを検討するって言ったわけではないわけです、ね。もちろん。まあね。だからその緊急時にあり得るかもしれませんねっていうことを、どちらの政権も共有していたってことなんですけど、うん、でも、これって、ね、もしそうであれば、緊急時に検討 しなければいけないかもしれないんであれば、これ平時から検討しないとダメでしょ。まあ、当たり前だよ、それは。だって、いざという時になって慌ててね、じゃあ、どういう形でその核共有するのか、その仕組みはどうするのかとか検討したら間に合わないですか？そう。だから本来は、やっぱり検討だけは早めにしといた方がいいはずなんだよね。うん、で、それを、まあ、なんか、上げ足取られないように、国会答弁だから安全運転とはいえ、非核三原則守るんですって言い続けるのはさ、なんか世の中の環境変化に対応しませんと言ってるに等しいんだよな。うん、だから、まあ、特に岸田さんは広島選出であるとかそういう事情もあるのかもしれないけどさ、なんか世の中の環境がこれだけ変わってる中で、昔々決めた非核三原則を守るというなんか、バカの一つ覚えみたいな答弁しかしないっていうのは、これどうなんだろうって感じするけどね。どう思う？うん。いや、まあ、これ一応その、フェアに言うために言えば、その岸田総理は確かにそういう答弁でした。で、これ別に岸田総理が悪いっていうことでもなく、安倍、さんが安倍総理の時にも同じ答弁してる、ね。うん。政府としては検討しません。うん。しませんっていう答弁をしていて。うん。まあ、これは多分ね、政府としては、検討しますって言った途端に、非核三原則をじゃあもう、保護にするのかみたいな話でも、大きな動きじゃうから。うん。まあ、国会答弁的には多分そう言わざるを得ない。で、うん、まあ、これまでのずっと長い歴史でした。うん。いうことなんでしょうけども、ね。いや、だからね、その意味では、この岡田外務大臣の答弁ってのはすごかった。うん。なんかその例外ありえますってところまで言ったわけです。なので、これをやっぱり、ね、密着点にして出発点にし、うん、で、かつやっぱりその安全保障環境が全然変わりました。今回自体を見ても、うん、日本の国防、まあ、いざとなれば核を使うような国がもうとんでもない、おかしなことをやりかねない、ということがもう顕在化した中で、これはちゃんと平時から考えざるを得ないでしょって、うん。これは今した方がいいんじゃないうん、だから本当にさ、やっぱりこれ自由主義対覇権主義の争いだからさ、そこで戦争が起きちゃったわけだから、本当明日は我が身なんだわけだからさ、うん、いつ中国台湾やるか分かんないわけじゃん。うん、にもかかわらず、やっぱりそういう、まあ政府としてはこういう答弁を受けるんですっていうのは、ちょっとね、あまりになんか緩すぎるよなっていう感じは俺はして、十分これだけ激しい環境変化をしてる、検討して当たり前と思うけどね。うんそれ実際どういうアクションにするかは別問題なんだからさ、まず検討ぐらいしてもらえないとダメじゃん、絶対。うん。まあ、これは幸いにして、その自民党の中からは検討しろって声が相当上がってきて。うん。高市政調会長や福田総務会長、これ検討するべきでしょ、議論するという話をし、うん、で、野党からでは維新の、ね、話をしている環境なので、まあ、ここは、岸田総理の、ね、時々ある、表現する。ふふふ。これはじゃあ、ダメの、言い方にしていただけると。ちょっとそうじゃないと、本当にこれは日本が危ういこと。うん、だから、本当はもう野党がもっとちゃんと検討しろとガンガン言ってほしいよね。うん、そうしないとなかなか動かない気がするんだよな、個人的にはな。うん、そうですね。まあ、そうなんだけども、これまた、立憲民主党がまた、かつてはいい答弁してた、大臣だけど。全然違う方向に違いますからね。まあそうだけども、いやもう立憲民主党は誰も気にしてないから大丈夫だよ。まあしょうがないかな。でもやっぱりなんか全体としてさ、日本って緩いと思うんだね。いやそうですね。全然危機感が足りてないってことだと思いますよ。で、加えてやっぱさ、このウクライナ問題でビアの報道を毎日見ててさ、なんでここまで表面ばっかりやるのかなってすげえ不思議なんだよね。うん、つまり、やっぱ自分が知り合いのさ、イギリスとかアメリカのさ、こういう、まあ、安全保障の関係の専門家に聞くとさ、やっぱりこれからかなりいろんな展開があり得るわけじゃん。
まあ、要は、第一ラウンドは完全ウクライナが勝ってロシアが負けたわけだからさ。で、彼らに聞くと、やっぱりロシアは第一ラウンド負けちゃったから、第二ラウンドはかなり徹底的に当たってるはずだと。で、その場合、ロシアって基本的にチェチェンのやり方見ればわかるようにさ、彼らの得意技は一般市民含めもう、ね、どんどん殺しまくるっていうパターンなんだよね。で、そういうのが本当に起きかねないと。で、一方でそれで長期化するっていうリスクもあると。で、プーチンがじゃあ何をしたいのかっていうんで、単にウクライナが NATO に入んないだけなのか、または、ウクライナを完全支配下にしたいのかっていうのを意見が分かれてるんだけども、でも結構少なくとも現状で明確なのは、ロシアがだいぶこれから激しいことをするだろうなっていうこと。あとは意外と長期化するだろうねっていうこと。で、そうなった場合には、やっぱりこの経済の影響とかもすごく大きいわけじゃん。ここで日本がどう貢献して、どうリーダーシップを取っていくかっていうのを問われるわけじゃん。で、それにもかかわらず、残念ながら、なんちゅうのかな、メディアの報道も結局さ、キエフで今日何がありましたとか、その程度だけになっちゃっていて、じゃあ今後どうなりそうかっていうような、分析とかは、なんかほとんどない、なんか表面だけになっちゃってるからさ、なんか政府の行動も常に後手後手、民間の行動も後手後手、で、メディアの報道も表面の日々の出来事だけっていうのはさ、なんだろうって思うけど、どう思う？そうですね。まあ、だから、テレビのワイドショー的なところはね、表面的にならざるを得ないけど、もう少し、新聞とかね、そういうところも、もうちょっと突っ込んだ話をやらないといけないですよね。いや、俺マジで、結構最初は短期決戦で終わると思ってたから、金融市場なんかの影響はかえってプラスだよなと思ってたけど、これ長引くから絶対マイナスになるはずなんだよね。じゃあ日本はもう、コロナの中で十分株価は下がってますと。で、これからさらに下がりかねないと、じゃあそれどうするのかっていうのをちゃんと政府の中で議論してるとも思えないしさ。なんか、ちょっと困ったもんだよなという気は個人的にはするんだけどね。まあまあ、しょうがないのか。日本は所詮、グローバル化に。だから、最近改めて実感するのがさ、90年ぐらいからグローバル化始まったじゃん。で、なんか日本はさもグローバル化に対応してきたかというようなことが新聞ではとかでよく報道されてたけどさ、結局30年の経験の時間があったにもかかわらず、政府も民間企業も十分グローバル化できてないってことだよまあ、そうでしょうね。な。だからそれが返す返すも情けないなっていう感じはしちゃうんだけどね。まあ、なんかグローバリゼーションの負の側面ってことじゃないですか。だからで日すよ本ね。はもう負の側面語る以前に実はほとんど対応してませんでした。以上おしまいっていう感じになっちゃうからさ。結局、グローバル化でやったことは企業がなんか生産基地を海外に持っていくとかそういうことぐらいで。で、あとはみんなマインドのレベルでは全然グローバル化してませんっていうことで終わっちゃうよね。なんか今回すごくあからさまに暴かれた気がして、かえって情けないんだよな。まあ、しょうがないんだけどさ、でもこんなことやってたら本当にさ、中国か台湾、とか尖閣いつやるか分かんない中でさ、大丈夫かなっていう感じしてこない？いや、だからこの30年ぐらいのね、なんかその新しいその世界の絵の進化に出遅れてきたって。で、それをその次のステップにどうやって動くのかないといけないのかっていう議論を、まあ、ちょうどしなければいけないなって言っていた時期に、もう間に合わないような問題が起きつつあるって、まあ、そんな感じですね。だから、すごく皮肉な言い方をすればさ、なんか、歴史の巡り合わせ面白いなと思うのがさ、まずコロナがこれだけずっと、蔓延していて、まあ、90年代後半から世界で始まったデジタル化、日本ずっと乗り遅れ続けたってのは、まず明らかになったわけじゃん。で、その直後に今度はこのウクライナ問題が起きてさ、今度は、結局日本は、政府も企業もメディアもみんなグローバルに乗り遅れてましたっていうことも分かっちゃったわけじゃん。だから90年代からやっぱ世界を変えたこのグローバル化とかデジタル化っていう構造変化に日本が、ね、いかに乗り遅れたかっていうのが、このコロナとウクライナを通じてもうなんか如実に暴かれた感じがするからさ。じゃあそれを踏まえて日本はどうしないといけないのかっていう議論がそろそろいい加減に始まらないとまずいよな。そうですね。まあ、これまただけども、政府が全然そんなところに動きそうにないし、まあ、今、インジもその政府もメディアもって言われましたけど、メディアをとりあえず、なんかもう、日本のメディアもみんな信用せずに、外国メディアだけ見ましょうと、ね。そういう話にすると多少は勝てるもん。
ですね。うん、いや、俺実際ね、ウクライナ問題では、もうアメリカとイギリスの見て、そっちの方がよほど深い内容があるし、うん、日本よりよほど勉強があるからね。うん、だからそう考えるとなんかね、やんなるね。まあしょうがない。まあ怒ってばっかりでもしょうがないから、これからいい方向に少しでも向くよう頑張ってもらうしかないんだけどね。うん、まあそうですね。まあじゃあそれは引き続き。うん。まあでも結局、岸田政権は、ウクライナ問題は後手後手、コロナ対応は結局まん延防止を自治体の言いなりになって、延長するしかないと、うん。なんかプロアクティブな感じが全然しないね。なんかね、まん延防止も結局21日まで延長。うん。もうなんか言い飽きましたね、これ。うん。言い飽きたしさ、多分、これからもそんな、感染者数が激減することないと思う。うん、さ、だから、徐々にしか下がんないけどさ、21日で本当にやめられるのかな、いや、数字がそんなに下がらないときにね、またどうするのかね。うん、もうそんなことは気にせずに、あんまりこの、なんか、岸田内閣、そんなにこれまでの施策の整合性とかって考えてる気がしないの。まあ、割といい人なのかもしれないですけどね。まあ、自治体がいいですって言ってます。うん、なんか、そんな感じでできるかもしれない。まあ、まあまあ、政府がダメな分、他のみんながしっかりするいいタイミングかもしれないんだな。うん、まあ、だから、その自治体の首長さんは、基本は、その、より厳しい措置を続けてほしいもん、流れがちですからね。これは難しいですよね、自治体に任せる。うん、まあ、やっぱり自治体の首長さんはさ、日々やっぱり接する情報で、いかに医療が大変かということばっかり聞かされてるはずだからさ、そういうふうにならざるを得ないと思うんだよね。まあそうですよね。だからその医療のところは自治体の責任であり、で、一方で自治体はマクロ決済政策の責任を持ってないわけだ。そう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 、そう。経済がね、もうガタガタになっちゃって、で、で、なんとか財政、資金確保して、で、自治体にばらまいてくれるでしょっていう、まあそういう姿勢ですね、基本的に。まあそうだよな。だから本当いろんな意味でアンバランスが目立つけど、まあしょうがないよな。うん、まあ、これも、もう少し様子を見るしかないんだね。まあ、でも、とにかく現状はコロナよりウクライナ情勢がどこまで悪化するからな。あ、そうですね。まあ、個人的には、ロシアが本当に得意技で一般人含め殺しまくるってのをやんないのを祈りたいけどね。あ、いや、それを抑える方策っていうのは、これ、やっぱりね、今、先進国みんなで考えないといけないです。本当と思う。本当に。ロシアは今、このまま終われないです。いや、なんとなく今ね、もうみんなでロシアやっつけて受かったぞみたいな感じになってるんだけども、うん、これも終わるわけにいかないわけだから、ロシア、うん。そう、だからそれに加えてさ、結構お気楽な議論もなんか目立つ感じになってて、つまりさ、ロシアの中でクーデターが起きるんじゃないかとかさ、で、プーチンはもうなんかコロナでおかしくなったんじゃないかとかさ、なんか、あまりにも現実離れしたなんかさ、ワイドショー的な見方ばっかりに、が強調されるのは若干嫌なんだよね。つまり自分の、昔、資源エネルギー庁の時に、モスクワ毎月行った経験からすればさ、別にプーチンに限定しないでさ、ロシアのそれなりの人たちってさ、やっぱりみんなソ連時代の、大国意識があるからさ、まあそういう、それの、再現をという壮大な田舎者的発想はずっと昔からあるわけだし、で、そういう中でやっぱプーチンみたいに KGB で品場くぐってきた人間がさ、そう簡単におかしくなると思わないしさ、ある意味でプーチンの言動と一致してると思ってるからさ、ずっと。だからなんかそういう、なんちゅうかな、ロシアの中でいずれクーデターが起きるに違いないみたいなこととかさ、プーチン桜に違いないとかさ、そんな感じの方に注目浴びるのも、注目がいくのもおかしいと思うしさ、なんかもうちょっと、現実的な具体的にはどういうオチに持っていくべきか、そういう議論がどんどん進んでほしいよな。できればそこで何か日本が貢献できるような手を打ってみると、打っていかないといけない局面だと思う。うん。だから、なんか、長期化する中で経済対策、対応でもいいし、エネルギー関係でもいいし、日本できることいっぱいあると思うんだけどね。うん、まあ、それがどっかで動くことを期待しましょう。はい。そんなことでしょうか。あと何かありました？まあ、そんなもんだね、とりあえずはね。じゃあ、また来週会いましょう。はい、どうも。